いスキャンダルですよね。その食指内心のはこういわゆるこういつも定家カズラに身を戒められてるんですけど、実は嫌じゃないんですよね。実は好きなんですよね、その定家カズラに戒められることがですね。定家の話なんていうのは今の現代のお話に置き換えてもですね、十分あの通じるような世界だと思うんですよね。